ウス物語シリーズプクプクのお時間です。ねえ、いやー、本当になんかこうマップ今日にぎわってるな。というわけでですね、今日もガンガンストーリーを進めていきたいと思います。ねえ、今日も見てくれてコメントまでしていただいて本当にありがとうございます。ねえ、よかったらチャンネル登録もしていってもらえると嬉しいな。ねえ、チャンネル登録までしてもらってありがとうございます。ねえ、ね、なんかスーパーとかどっかお店のね、居酒屋さんとかでもいいんですけども、ね、張り紙とかで、いつも綺麗に使っていただいてありがとうございますってね、書いてあったりするんですけれども、なんか綺麗に使ってくださいっていうよりは、使ってくれてありがとうっていう言い方をすると、なんかこうね、綺麗に使っていただけるらしいですよ。というのをね、こう、利用してね、チャンネル登録もしてもらって、ありがとうございます。ねえ、そんな感じです。さて、ランキングが若干上がりました。マハラさんランキングに今現在20位ですね。私ね。ねえ、いつの間に。ねえ、確かね、次の週に、その週に何百万点、500万点だったかな。を通ると、次の週から、A ランクとか S ランクとかに上がるので、初週のですね、今は完全に全国ランキングということになりますね。ねえ、私今、プクプク全国20位の男ですよ。でもね、最近同じ動画を上げてると、ね、同じ系統の動画を上げてると、割と YouTube さんの関連に出てくるんですけれども、ねえ、そのサムネの中にね、2000万点取りましたとかね、いうような題名の動画とかあって、マジかよって思ってね。ねえ、現在の1位が、そんぐらいだったかな。ねえ、っていうのがあって、いやー、マジかと思ってね。本当にね。うわ、マジかと思って。で、現在の1位、北にランキング1位が2600万点ぐらいなんですね。私の点数が今、860万点。ねえ、ここまで取って、まだ20位っていうね。ねえ、全国20位の男です。こんにちは。いや、多分今だけなんだけどね。つかの間の、この、プクプクランカーの気持ちを味わっておきましょう。さて、それでは続きをね、どんどんやっていきたいもんなんですけれども、ね、とにかく続きをやっていかないと、いろんな要素が解放されないので、ただ未だにね、高得点を取るコツがいまいち分かってないんだよね。周りのプレイヤーをアシストとして選択できるよ。アシストのプク札も一度だけスキルが使えるよ。ねえ、誰がいいのかな？カンバル？ねえ、これ周りのプレイヤーってどういうことなのかな？フレンドさんはまだ全然ね、いらっしゃらないので。ねえ、そんな中、フレンドと登録、そんな中、フレンド登録をしていただいてね、本当にありがたいんですけれども。ねえ、これを見てる君もぜひ、フレンド登録してくれよな。ねえ、カンバルとかアシストにすればいいのかな？わかんないけど。とりあえず8万5千点はまあ取れるでしょう。さ、始めましょう。なんかね、点数800万点とかあったと思うんですけど、なんかね、アイテムとかをフルに使ってあのぐらいなので、しかもね、フルに使ってもあそこまでいかないんですよ、毎回。だから何がコツでね、点数が伸びるのかっていまいちまだ分かってないっていうね。とりあえずね、ガハラさん使うと点数はめっちゃ伸びる。なんかね、適当にやっても200万点ぐらいはいくので、なんとなくガハラさん強い気がするんですよね。おほほほ。さあ、現在クリア点数を取れればいいと思ってるので、割とゆっくりめにやっています。ねえ、なんかね、中くらいまでつなげておいて、フィーバー中にいっぱい消すと点数が伸びるとか伸びないとかね、いろいろあるんですけど、いまだにね、本当に高点、安定して高得点を取れてない。ねえ、なんか、
ボーゲームみたいにひたすらスキルを連射したりとか、ひたすら繋げば OK みたいな感じじゃないところがちょっとね、一筋縄で言ってないっていうね。名前なんて、そんなの何だって構いませんけれど、名前は重要だよ。カニじゃなくて、元は神なのかもしれない。君は何かのせいで、そうなったわけじゃない。ちょっと視点が変わっただけだ。視点が何を言いたいんですか？被害者面が気に食わねえっつってんだよ、お嬢ちゃん。ええー、いやーなんかこう、懐かしいな。これ、完全にオシロじゃんね。10万点目指して、頑張っていきましょう。これ後半行ったらどんだけ点数取んなきゃなんないんだろう。いや今日もおいくらさんは見やすいな。私ひらがなキャラも結構好きなんですよね。結構大きさにしといて一気に消すと点数が伸びるとか書いてあったけど、どうかな、伸びてるかな。ねえ、しかし全国に20位で調子乗っちゃいけないな。だってこう私より上だとね、点数倍ぐらい差ついてるからね。ねえ、多分次元が違うと思うよね。でもカジュアルにやっても結構いけるしな。いやーでも可愛いキャラをつなげるだけでも結構楽しいね。しのぶちゃん釣れちゃってさ、いい感じだ。うわ、下のおいくらさん、この固まってるとこめっちゃつなげたかったな。ねえ、なんか適当にやってもねえ、ガハラさんこのぐらい行ってしまうので。ただ問題はね、このぐらいは行くけれど、ね、安定して800万点取れるかっつったら取れないんですよ。へえ、なかなかどうして。てっきりただのわがままなお嬢ちゃんかと思ったけど、どうしてそう思ったんですか？おもしかに合うような人間は大概そうだからだよ、大抵そうだからだよ。ねえ、ガンガン行くぜ。ねえ、なんかついついこう、ガーナさんでやってっけど。さ、始めましょう。いやー。おいくらさんがいると見やすくていいな。スキル1回でどんぐらい溜まるんだろう。あれでも案外と点数伸びないね。なんかね、とにかく服を大きくできるキャラは強い気がするね。やったぜ。ねえ、しかしガハラさんで適当にやっても割といくのはスキルのおかげなのかな。ねえ、いやいやいや、無言になっちゃうな。案外とね、コンボの入力時間は某ゲームよりあるので、その辺はねやりやすくていいんですけどね。あと2個でもつながってね、とりあえずコンボがつながるので比較的コンボはつなぎやすいんですけどね。この辺は安定して出るんだけどな、これ以上はちょっとな。会おうと思って会えるもんじゃないし、通常触るような神でもない。触らない？
ただそこにいるだけで、お嬢ちゃんが何かを望まない限り実現しないんだ。とにかくいいよ、わかった。体重を取り戻したいというなら力になるさ。アララン気分の紹介だしね。やったぜ。というわけで、続きは気になるけれども、ねえ、割と時間やってるので、今日はここで終了していきたいと思います。最後にガチャ引こうかな。ねえ、思い出のガチャのね、チケット1枚もらったので、ガールさんの上に頼りたいな。星5が欲しいな、星5。さ、ガーラさんの運はどのぐらいなのかな。星さんじゃないか。なんでお礼なのよ。で、を入手しました。ねえといった感じです。で、ガーラさんが引き寄せたのは晴川さんでした。それはある意味皮肉だな。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。